HR8799D とは地球から見てペガス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星 HR8799 を公転する太陽系外惑星である。惑星を直接撮影して発見された初めての太陽系外惑星の一つである。HR8799D は A 型主系列製の HR8799 の周辺を公転する4つの惑星の一つである。HR8799D は同じく HR8799 を公転する HR8799B、HR8799C と共に2008年11月13日に存在が公表された。 HR8799D は2008年7月11日から2008年9月18日までに WM 結果天文台、ジェミニ天文台、ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された赤外線領域における画像から発見され、見かけの位置の移動から HR8799 の周回軌道に乗っていることが分かった。これは 惑星そのものを直接撮影して発見された例としては初めてである。ちなみに、HR8799B と HR8799C とは異なり、2004年と2007年には撮影されていない。なお、2M1207 ビットは HR8799D 以前に赤外線画像で直接撮影されているが、一般に惑星とはみなされていない。 なおこの日は、可視光領域で初めて直接撮影して、発見されたフォーマルハート B も同時に発表されている。ただし、フォーマルハート B は、惑星の像ではないという説も出ている。HR8799 の惑星は、可視光では撮影されていない。また、この時には HR8799E は、見つかっていない。 HR8799 に惑星が発見された後、HR8799 を撮影した古い画像の解析が進み、2009年10月6日には、1998年10月30日に、ハップル宇宙望遠鏡で撮影した画像中に、HR8799B と HR8799C と共に映っていたことがわかっている。 なおこの画像は、同年4月1日に HR8799B が発見された画像である。HR8799D は、HR8799 に属する惑星の中で2番目に近い場所を公転する惑星である。軌道長半径は論文によって2つの値があり、約36億キロメートルまたは40億4000万キロメートルと、 太陽系に置き換えると天皇星と海王星の光転軌道の間になる。この遠い軌道のため、HR8799D の光転周期は約100年、115.9年、または112.4年に達する。2013年現在発見されている太陽系外惑星の中で光転軌道は HR8799D より遠いものは多くあるが、 光転周期がわからないものが多く、太陽系外惑星の中ではヘビツカイザ11番、生 B の2000年、フォーマルハート B の872年、同じ星系内の HR8799B と HR8799C についで5番目に長い値である。離心率は HR8799 の惑星の中では唯一0.1。 または0.115という値が推定されている。これは HR8799D の移動速度が速いためである。また、離心率が求まったことにより、近点引数も75.28度、または80.2度と求まっている。軌道要素のそれぞれの値は、中心性である HR8799 の質量の不確かさが影響している。 HR8799B と HR8799C、HR8799D は3惑星の間で4、2、1の軌道共鳴をしていると考えられている。HR8799B と木星の直径の比較。HR8799D は先日の通り主星である HR8799 より、 かなり遠くに位置する。しかし、HR8799 が太陽の4.92倍明るい構成であり、また惑星系の生成年代が2000万年から5000万年と若いため、表面温度は約摂取820度と高い。この温度により、直接撮影されるきっかけとなった赤外線を放出しており、その高度は太陽の1万分の1程度。 約7.7021ワットに達する。しかし、見かけの等級は HR8799 の10万分の1以下である。見かけには暗い赤色をしていると考えられている。HR8799D は、木製と比較して、直径は1.2倍から1.3倍であるが、質量は7倍から13倍もある。特に上限は、 褐食矮星の加減である13倍に達する。このため、平均密度は 7.2g 毎立方センチメートルにもなる。HR8799D の大気の素性は不明である。ただし、HR8799 系を包む大規模なゴミの円盤には一酸化炭素、メタン、及びアンモニアとアセチレンのどちらかまたは両方が含まれており。 大気の蘇生に関連する可能性がある。ゴミの蘇生は HR8799B の分光観測によって調べられた。これは HR8799B が HR8799 から約1.7秒角と十分離れているからである。ありがとうございます。